ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでヒーリング系音楽を作るというこのプロジェクト。楽器ごとに入力をしていっていますが、今はピアノを入力していっています。ピアノはエンディングに近いところ、まあ最後の1分だけしか使いません。その前半部分を前回作り終えました。今回は後半部分を作っていきたいと思います。はい。これが前半部分ですね。で、こう上がっていって、上がっていって、上がっていって、さあ、ここから、どうするというところなんですが、ここから、はい。こんな感じでいこうと思います。こんな感じで、コードを下げていこうと思います。2小節ぐらいかけて、コードを下げていこうと思います。で、2小節だと12拍だから、多分4音をかける3できるはずなんですよね。はい、できましたね。4音かける3できました。はいはいはい。次、低い方も行こうと思います。低い方、こっちはこうですね。こっちはだからこうか、こうですね。上がっていく方なんで、で下からも上げていきたいと思います。はい、昔そんな曲ありましたよね。はい、あの女の子たちが教室のオルガンで弾いてたな。チャ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 ってね。はい、僕その頃鍵盤楽器弾ける人いいな、僕もピアノとか習いたかったな、けどうちにはお金がないからなって思ってました。はい、まあ結局高校生になったら自分でピアノを買うことになったんですけどね。中古のピアノ、ボロい中古のピアノ。はい、それで一応ピアノが抑えられるようになったというか、あの現実的な弾き方が分かるようになりました。こういう動きはピアノはできないとか、そういうことが分かるようになりました。はい、ここまで行って、それをドーン、ミー、ソー、あ、まあいいや、これまだでいいや、まだでいいや。で、
ここまで行きましょうか。で、F 行きましょうか。で、次 D 行きましょうか。で、次 A 行きましょうか。これをコピーするには、ちゃんとやって、これを上げる。ズーンチャーンで次次。なんか長くねえか？長くね？ちょっと。うわ、長いじゃん。あー、やり直し、やり直し。あー、ダメ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 。カットカット。長いじゃん、長いじゃん。ダメだよ、これじゃ。あ、そんなこともないのか。後で伸ばすのか。まあ、いっか。まあ、いいや。いいや、いいや。今のところ、几帳面な僕なんだから、従いましょう。その几帳面な僕に。はい。で、コピーして、ズンチャン。で、はい、で次これをコピペして。本当はまた。よし。で、これをまたコピー。今度下からちゃんとやろう。次もう一個しか上げられないな。うん、ちょうどいいじゃん。じゃあ、はい、で、ズンちゃん、いい感じに上がったな。で、その後、これだな。これだな。はい。で、ぎゅっと短く。
ょっとずれてるか。次が最後か。次が最後だな。これ以上もう上がんないな。じゃあ最後にどうしよう。オクターブで、オクターブで攻めますか。うん、そうだね。これをここにコピーして、あらとんでもないところに行っちゃった。あれ、コピーができてないのか。じゃあそういうことですね。はい、コピーペースト。よし、 OK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 。 でこれをまあ2ぐらい伸ばして、これをここまで伸ばすと。よし、じゃあお手入れしましょうか。お手入れいきましょう。お手入れ。まあいいのか。97から見ていかなきゃいけないから、まあ97先にやってからにしよっか。そうだな、97からやこう。あ、来ないんだ。あ、そうか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 。で、ぶつかる。はい。これは来ない。よし、
よし。じゃあ99から行こう。99から行こう。はい。ダブってる、ダブってる、ダブってる。で、これ短すぎる。先に直しとこう。これもだ。これ下の方できてるかな？できてるね。よし。これで。まだあった。よし、次ここ。ああ、まだあった。危ない危ない。よし、はい、次伸ばしましょう。はい、さて、よし、まあちっちゃい音で鳴るんでね、大丈夫だと思うんですけどね。あくまでちっちゃい音で鳴るんで。
もう上はないかな。あったあった。ありました。目いっぱい使っております。目いっぱい使っております。はい。いよいよできましたね。できましたね。これで合ってんすかね、本当に。これで合ってんでしょうね、多分。多分とか言ってるし。多分とか言って大丈夫か。じゃあ、いきますよ。はい、こっから。はい。あれ？よし。悪くない。じゃあ、こっから聞いてみよう。89から。89から。89の最初から、ちゃんと最初から聞こえるように。いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？じゃあ、ちょっと通しで聞いてみますか？通しで。通しで聞いてみますか？Thank you.
これぐらいでいいな。
これぐらいでいい、これぐらいでいい、よしよしよし、うん、ストリングスもこれぐらいでいい、これで完了にしましょうか。はい、はい、そうですね、うん、10分18秒、10分12秒にしましょうか。はい、10分12秒の曲にしましょう。はい、じゃあ、はい、皆様今聞いていただいた通り通しで再生してみてチェック完了いたしました。これで、マスタリングに入りたいと思いますので、今回の、ヒーリング音楽をガレージバンドで作曲してみるというプロジェクト終了といたしたいと思います。それでは、今回の配信は以上となります。また次は次の曲を作るというプロジェクトを作りたいと思いますので、ぜひ次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。